サブチャンにご覧いただきありがとうございます。というわけで、麻婆飯っていうのを売ってたのでいただきますね。梅が綺麗。うん、ああ確かに麻婆ですね。うん、ちょっとお湯入れすぎたかな。ちょっとあの優しい味になってます。うまい、しっかり、うん、辛みもあるし、うん、ちゃんと豆腐もしっかり豆腐のあのなんか味ですね。うまい。まあ、ちょっと熱い熱いみたいに食べる方が美味しいですよね、こういうのね。うん、ああ本当の、そうですね、まあまあそのまんまですね。麻婆丼、うまみより多少辛みが、うん、結構辛いかも。まあ辛いって言っても、まあ全然食べれる範囲でね、美味しい辛さと言いますか。ちょっと熱すぎてあんま早く食えない。うん、混ぜがねいつも足りなくてあれですけど、うん、大丈夫じゃないかな。うん、ちょっと肌寒いんで、こういうあったかいな、いいですね。うん、まあ優しいって言ったけど全然あのまあしっかり普通の味かもしれないですね。なんかね、何か足りない気がする。なんで言いたいんだろう、なんだろうな。まあ、食べた、明らかにもう誰が何と言うと麻婆飯なんですけど、なんだろう、うまさも辛さもあるけど何かかけてるのがその優しさになってるような気が。でもこんな味なのかな。まあ普通に美味しい。とろみ、でもとろみも、うん、もうちょっととろみがあればっていう感じですかね。もう味全然、うん、普通に美味しい。うん、ああ素晴らしい。なんか最近なんかこのシリーズいろいろあるみたいですよね。はい、気軽に食べて美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。